俺は橋本健二、嫁は恵子と言います。俺たちが結婚してもうすぐ3年になる頃、この出来事が起こったのです。結婚前から俺たちは小さいながらも新しめのアパートに、しかも駅から近くて商店街があることを条件に住むところを決めていました。幸い探し出して2週間ほどでちょうど手頃なところに見つかって、すぐに引っ越すことができました。庭はこじんまりしていて、隣近所の人たちはみんないい人たちです。お年寄りも多くて、なんとなく下町みたいな感じで、俺たちはとても気に入っていました。嫁はその商店街にあるパン屋でパートが決まり、平日だけそこで働いています。本人もパンのいい香りの中で働けるし、残ったものは持ち帰っていいことになっているから、俺たちの家計も助かっているってとても気に入っています。ある日、いつも通り嫁がパートに行くと、あれ、今日はお休みって聞いてたけど。一緒にシフトに入っていたスタッフが言いました。いえ、私は大丈夫ですけど。おかしいわね、あなたが連絡したと思ってたんだけど、きっと聞き間違いね。その時はそれほど気にはせずに、予定通りシフトに入ったと言います。それから1週間ほどして、私たちのポストに郵便物が何も届いていないことに気づきました。おかしいね、また何も届いてないんだけど、問い合わせた方がいいかな。と嫁、通常なら電気代とか水道代とか請求が来ている頃なのに、今になっても何もないわけがありません。嫁は次の日問い合わせ、もう一度送ってもらうことにしました。それからおかしなことは続きました。嫁が一人で家にいるときに、玄関のドアを誰かが開けようとした音を聞いたというのです。幸い鍵を閉めていましたが、嫁は確かに聞いたと気持ち悪がっていました。なんか空き巣とかあるのかな最近。そして別の日には嫁が、なんだか最近嫌な視線を感じる、どこからか誰かに見られてる気がするのよ、というのです。夏ですから、暑い日には窓を開けて風通しを良くしようとしているらしいのですが、もうこれからはエアコンを使おうと言っておきました。俺は次の日、念のために監視カメラを設置することにしました。会社の帰りに電気屋に寄って早速一つ購入。嫁と俺の携帯に接続して、いつでもどこからでも見ることができるものにしました。1日目は特に変わったことはありませんでした。2日目も3日目も1週間しても何もありません。私の勘違いだったのかな。でも何かが起きるよりずっといいじゃないか、と元の平和な日々に戻ったように思いました。それもつかの間、嫁の友人が借りていた本を返しに行くから、いなかったら玄関先に置いておくねと言われていた袋がないのです。嫁は友人に確認をしましたが、確かに置いたそうです。俺たちはカメラを確認することにしました。すると嫁が、ねえ、女の人が写ってるよ。確かに女性が紙袋を持っていくところが写っていました。なんだかどこかで見たことのあるような。嫁がそう言ったので、え、知り合い？と聞くと、ちょっと顔がはっきり見えないけど、どこかで見たことあるんだよね。確かに顔が全部写っているわけではないので見分けられませんが、女性だということはわかります。しかも服装からして同じ年ぐらいのような人でした。俺たちはカモフラージュを作ることにして、
またカメラに映らないかと日々待つことにしました。それが次の日にはっきりと分かったんです。嫁は俺が会社から帰宅するなり、今日も来てたよ。しかもこの人ね、お店の常連だよ。どこかで見たと思ったらパンを買いに来てたんだよ。よし、それだったらきっとこの辺の人だ。でもまたお店に来るかもしれないなと言いつつ、俺もカメラを確認することにしました。俺は言葉を失いました。どうしたの？俺の顔色が明らかに変わっていたのでしょう。嫁はすごく心配そうに聞いてきました。無理もありません。そこに映っていたのは俺の元カノだったんです。俺はどうして今さらと訳が分かりませんでした。嫁に正直に言おうか迷いました。もちろん関係はとっくに終わっているし、なんで今頃彼女がここに、のこのこ俺の家に関わるのかも意味が分からなかったのです。彼女は高校の時に同じクラスでした。とても綺麗な子でした。俺たちは高2くらいから少しだけ付き合いました。でもある日、彼女の父親に言われたんです。うちの娘は大事な医者の家系で、まだまだ勉強していい大学に入ってもらわないと困るんだ。だから金輪際のお付き合いはやめてくれるね。でも後から聞いた話では、俺が単なるその辺の小僧で、医者でも弁護士でもなるような家系でないからという理由でした。それで俺たちは別れました。そのまま彼女は有名大学に入って、その後医者になったと思います。俺は大学には行かず、今の会社に働き始めました。それ以来、何も音沙汰がありませんでした。なのになんで今頃になって。俺は嫁に正直に言うことにしました。実はさ、この女性、俺知ってるんだよね。俺は事情を話し、これからどうするか嫁と相談しました。でも、いくら元カノでもこれって犯罪だよね。人の家のもの取ったり、玄関開けようとしたり、この人何が目的なのかな、話してみる？でも俺は彼女の詳細を知りません。どこに住んでいるとか、何をしているとか全く。俺は更新所で調べてもらうことにしました。彼女は偶然にも隣町に住んでいて、やっぱり有名大学を出て、そのままそこの大学病院に勤めることになり、今は実家の診療所と掛け持ちで働いている女医でした。ゆくゆくはその実家を継ぐために、現在は父親が自分のリタイアの準備を兼ねて任しているそうです。それから彼女は既婚者でした。しかもあの有名な実業家で、彼の会社はおそらく年商1000億円は超えているような会社の社長さんでした。ですから旦那さんは忙しい人でほとんど家にいないとかってところまで分かりました。俺たちは彼女の家に行くことにしました。やっぱり立派な一軒家です。彼女らしき声で、はーいと言って玄関が開けられました。本人でした。俺たちの顔を見るなり顔面蒼白になって、なんでしょうと知らないふり。君が俺たちの家に来て嫌がらせしてるの知ってるんだ。はじめは彼女、何かの間違いだととぼけていましたが、カメラにはっきり顔が映っているというと開き直って、あなたが悪いんでしょと俺に逆ギレしてきたんです。何を言っているのかさっぱりでした。
あの時私に付き合ってくださいって言ってきた人は何人もいたのに、あなたが選ばれたのよ。それなのにあなたの方から私を振ってきて、どういうつもりなのか全く理解できないわ。それから私、男性恐怖症みたいになっちゃって、大学に入ってもミスコンで優勝するほどだったのに、結局誰ともお付き合いできず。だから今の旦那があなたの後の人。ちょっと待ってよ。俺がまるでその恐怖症にしたみたいに言わないでくれよ。それに俺の方から振ってきてって君のお父さんが言ってきたんだろ。え、うちの父があなたに直接？どうやら彼女は知らないようでした。君のお父さんが、俺は医者とか弁護士にならないから不釣り合いだって。だから付き合いをやめてくれって。彼女はとても驚いていました。高校の時も少しそうでしたが、彼女はますますとてもプライドの高い人になっていて、ミスに選ばれようが、自分はモテるから振る人はいなかったとか、すごく自分を勘違いしているんだなと思いました。とにかく俺の家に来て嫁に嫌がらせするのはやめてくれ。やめないなら君の旦那さんに話するから。彼女は黙ってうなずいて中に入っていきました。これでなんとか気持ちの悪いことは起こらないだろうと二人で安心したのもつかの間、また変な電話が妻のパン屋にかかってきたんです。それにまた郵便物が紛失していました。俺たちがカメラを確認すると、やっぱり彼女でした。全く懲りていないようです。俺はもう旦那に話すしかないと思い、また自宅に行こうと思いましたが、今度は旦那の会社に直接行くことにしました。旦那はとても頭の良さそうなスラッとした人で、やはり彼女みたいな人にふさわしい出立ちでした。彼はとても驚いていて、俺が彼女が辞めないようならもう警察に届けるしかありませんと言うと、彼はそれだけは勘弁してほしいと言いました。今までの弁償はするし、これまで紛失した分の光熱費の請求なりなんなりすべて立て替えるからと言いました。俺はそのまま金額を言って振り込んでもらうように言いました。これで今度こそはもう大丈夫だろうと嫁も安心していました。でもまた彼女は嫌がらせをしてきたんです。俺たちはもう我慢の限界だと警察に行くことにしました。案の定彼女は捕まりました。それからパタリと俺たちは普通の元の生活に戻ることができたのです。後から警察の人に聞いたところ、彼女はまず旦那に対してもっと構ってほしいというサインを出していたそうです。ほとんど家でもほったらかしの状況で、しかもプライドの高い彼女ですから、自分みたいに綺麗で頭のいい女性をどうして幸せにできないかといったいわゆるメッセージだったそうです。それに俺たちは使われたんです。それに彼女、父親が俺にしたことは本当に知らなかったようで、そのことが引き金となってこれまで歩いてきた医者の道を本当はすべてその父親が引いたレールだと切れてしまったんです。彼女、そういえば高校の時にも言っていましたが、本当は医者ではなくアートの道に行きたかったとか。だからそんなストレスが彼女をおかしくしてしまったのかもしれません。嫁はそれを聞いて正直同情していました。お金持ちでも不幸な人っているのね。その点私たちは貧乏家族に育ってお金持ちじゃなかったけど、今すごく幸せな人生を送っていると思わない？なんて言ってました。確かに俺たちはお金の面では裕福ではないけれど、
こんな人たちよりかは、はるかに幸せな生活をしていると思います。